周りの人からいじられてしまう。いじらせ。そんなふざけた能力を持つのは、存在もふざけているガット石神。能力解明のため、みんなで彼をいじるのだった。はーい。はい。投資が今、24,000円です。すっと言わんかい。すいません。本当にその通りです。何グッズと何万ガン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 つって。いや、3枚目です、これが。だから、2万と500円。さあ、リゼロ移動しましたね。はい、移動しました。はい、移動しました。スペックだけ簡単に説明しておきますと、約349分の1。ああ、重い。重いね。重いんですよ、先ほどね。きついって、いや99分の1ですら、あんな当たらんのに。そう思うじゃないですか。あ、先ほどは99分の1で 50% でしたけど、はい、右足突入時は 55% やっております。大して変わらんよ。この 5% で泣く人も出てくるわけですから。なるほどね、はい、右打ち突入しましたら、はい、初回3000、145回転で99分の1を当てる、はい、継続率約 77% となってます。とりあえず先張り入れてます。はい、わかりました、はい、ちょっとガットさん、はい、そろそろこの子の出番かなって。うわ、なんだそれ。僕うさちゃんに散々やっぱ悪口言われましたから。うさちゃんが嫌なところにしようか、嫌い、ここは嫌やなっていうところ一個だけちょっとくれる、カメラに向かって。 M5 終わった後に帰りの時にガチのダメ出ししてくる。うさちゃん言ってたよ。言ってた、ね、言ってた、そんなこと言ってないよ。え、言ってない言ってないって。いやでもこいつが言ってたよ、なんか収録終わった後にぐちゃぐちゃ言ってくるみたいな、ダメ出してくるみたいな。バラエティーだからしょうがないよね。いや見たいです、なんか。ああ、本当ですか。そのなんか、ああ、じゃあちょっと別の人の話やったらいけるかな。どうだろうな。まあ、まあ、考えては考えてもええか、ほな。え、もういいよ、じゃあやりたい。あ、やりたい、やりたいな。じゃあ、はい、まあ、僕とガットさん、バットさんやったっけ、何やったっけ、何やったっけ。ガットさん、ガットさん、バットさん、バットさんじゃないか。僕とバットさんのその共通点って言ったら、うん、そのままデブファイブなわけじゃないですか。はい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 。で、まあ、デブファイブここにいますよと。はい。いろんな基準はありますわ。うん、例えば体重やったら誰々とか。はい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 。人気、トークのうまさ、はい、番組の中でのこう重要度、うん、全部ひっくるめて。全部ひっくるめて。ガットさんのその上と下だけ。ウソちゃん、結構大変なこと言われてるよこれ。じゃあ上から。上から、はい。ガットよりも一個上かなって思う人は、はい、ロギーさんかな。そうなんだ。なんでだろうね。確かに、なんでなんすか。同じいじられ系だけど返しが結構ちゃんとすごいできてるなって思うところかな。なるほど ね。ロギーさんもうまいっすもんね、やっぱそういう意味では。じゃあその一個下、下って言ってもあれっすよ別に。いや、そう ね。全部ひっくるめたやつの難しいねこれね、うん、なんか、え、ガツさんの一個下は秋山。もうやめろってマジで、もうマジで良くないってそういうの。秋山さん、秋山はワンパターンかな。やめろって本当に良くない。仲良しようや、本当に良くないって本当に。仲良しましょって。いや、ちょっとうさちゃんが良くないっすわ、その中。まあ、うさちゃんなくても今言えたかもしれないわ、もうなんか何だったら。うん、別に。でも秋山さん、はい、下とかでもなんかむずいっす、それは。まあまあ確かに下とかじゃないっすもんね。そう、下とかじゃないっす。はいはいはい、まあ俺が一番下だと思ってるし、あの5人の中では。これは体重は軽いっすもんね、秋山さんの。秋山さんそれも下っすもんね。もう下、全然体重は下。はい、そう、爆発力みたいなのは下じゃないっすか。下かな。まあ下かな、うん、下かな。なんか上も下もないから本当に。あ、そうかそうか。いや、そうっすよ。いや本当にデブ5上も下もねえから。まだいける。まだいけるよ。あ、まだいけんねん。まだいけるみたいっす。うさちゃんでもこういうなんか暗い質問とかの方が向いてるもんな。
明るいのがいいな。暗い質問。明るいのがいいみたいですね。じゃあなんかこの人とはもう一回やりたいとかは思わんなみたいな。嫌いとかじゃないです。もう一回やりたいとは思わんなみたいな。え、今の何？いやいやいや、いや、え、何？なんかいや、え、いや、この人と天井崩れた？この人とはもう一回やりたくない。いやいや、今は鼻からゴーってなっちゃったけど。え、待って、この人とはなんか正直ここで名前出した方が面白い人多分いると思うんだけど、はいはいはい、いない、いないまである。へー、あ、この人きつかったな。あ、おお、あぶな、あぶな、あぶな、やぶな、もうちょいやったな。どうしようもないことになってたら、今1個このさらにでも強いて言えばまで1個出してたところが、誰かのこと言いそうやったな今。先まで結構暑いですか？先まで今 40% ぐらいですかね。あ、暑いね。なんでまあなってからが勝負みたいなのもあると思うので。え、昨日のレモンサワーで何パーぐらいですか？あ、昨日レモンサワーで熱い、はい、熱いレベルみたいな。あ、いや、その度数、度数、あ、あれで、いやでもそんなないんじゃない？3パー、5パーぐらい、5パーぐらい、ね、ああ、まあまあそんなにか。でも結構数飲んでましたよ。確かに数飲んで、まあ、ね、え、何杯ぐらい？でも3杯ぐらいじゃない、そんなもんじゃない。あ、あ、そっか、あ、3杯ぐらいか。そうそう、あの、え、さ、あ、で、あ、3杯飲んだ後ウーロン茶行ったら、だからあ、そう、コーラ、コーラ、コーラ行って、その開幕はだからお酒でこう合わせて、リーチを説明させて、で、その後ソフトドリンクみたいな。ソフトドリンク行ったぐらいかな。でもそう、今のところ紫だしちょっと強くない感じですね。そう、お酒はレモンサワーとどっちの方が強いですか？いや、こっちの方が強いね。 40% だからね。 5% と 40% だったらレモンサワーで勝ち、レモンサワーよりこっちの勝ちだよね。そのハイボールとかではないんすか？さ、ハイボールはね、あんま飲まないのよ。やっぱ甘さが、コークハイとか入れないのよ、俺のお酒の好みは。コークハイ？そう、コークハイとかの方が好きだけどって、俺の好みはいらないのよって話よ。え？ほら、こっち、あ、バカお持ち来ましたよ。ボタン押してよ。え？ボタン、俺こっち見てたから分かんなかったんじゃん、それ。そう、今、じゃあ1回目分かんなかったってことはね、青々の可能性があるんだよ。青々だったら赤来るかもしれないからね。緑でしたね。これ外れるやつだね。弱いね。だいぶ弱いね。なんならもう鳴ったことなかったことができるよ。こんな。あ、これもうめちゃくちゃ弱い。ほら、ほら。ああ。なっただけ。確かにガットさんが嫌いな人とかあんまおらんか。逆に二郎君とかでも共演めちゃくちゃしてるから、はい、そういうのなんかあるんじゃないの？なんか僕はあっても言わないっす。やっぱそう、もう番組とかでそのもうなんか外から攻撃するみたいなのが嫌かも。すごい嫌かも。ちょっとゲロ出そうだ。まあでも僕はほんまに共演してるときはその人このことを大好きなんだなって思うようにしてるんで。ああ、なるほど、はい、思い込むようにしてます。でもやらなきゃいけないときって来るんですよ。はいはいはい。それでも俺名前出したけども、それは俺がちょっと甘えてる部分があるから、ね、やっぱその名前を出したっていうのは。何を言ってんの？え、何を分かんない。俺も途中で何を言う、なんか俺多分なんかよく分かんないことを言って、はい、何かを言ってる感じにして終わらせようとするのはめちゃくちゃ多いかもしれない。ああ、でも多いかもな。で、今まで真正面から突っ込まれたら今何言ってんのって言われたので、多分電話が入ってくるから、はいはいはい、より自分がその何言ってるか分かんないことを言ってるっていうのがこう可視化されたのというか、もうだから今そうなってきてるなって感じ。もうね、もうね、今ね、うん、今はい、終わらせてよと思って話も話長えなって、うん、ごめん。ガットさんが、はいはい、なんかあん時ほんとなんかやる気なかった時みたいなのがあって、はい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 、あのデブファイブの忘年会みたいなのって覚えてます？覚えてます、覚えてます。僕とモックンとガットさんで、はい、それこそオール絶対ガンガバトル、はい、DMM の、はい、出ました、はい、でその後移動してデブファイブの忘年会収録ありました、ありました。中華食べながら、はい、ありましたね、ありました。本当にあん時ガットさんやめてましたよ。だって2024年の目標を聞いても答えない。
1年半ぐらいやってきた上での思い出みたいなの答えない。うん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 って言って終わり。多分ですけど体調ってコンディションがめちゃくちゃ良くなかった。はい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 、体調悪かった。悪かったで、いやいや、じゃあもうやり直しましょうよ。あ、もう今あのデブ5のだから思い出ください。今までやってきて一番記憶に残ってることなんすか。そうっすね、一番記憶に残ってることといえばそうだな。もうやめようか。もうやめよう。いや違う違うって。いや思い出はいっぱいあるよ。はい、例えば、例えばだってバーベキューやったり、はいはいはい、そう、あとはそのあの野菜のお弁当食べたりとか、久しぶりの弁当でしょ。弁当の具材の話してるよ。番組の思い出聞かれて弁当の具。それでバスケです。バスケ、バスケ界違った。えとか違ったからな。違うとかない、違うとかないから、その、うん、楽しかったですね。楽しかった、あれはすごい楽しかった本当に。あれはいい思い出だなと思って。ジロー君の、はい、そのなんかデブファイブの思い出ってなんかガロで5人で、はい、20回も30回も当てて、はい、ラッシュ入った3回ってあれね、やっぱ強烈でしたね。いやあれね、我々だけじゃなくてスタッフさんらみんなもこう延長してもろて、帰るの遅なって2時間3時間ぐらい延長して打って、それでもダメみたいな、あれは結構強烈でしたね。あれはね、ちょっとやっぱパチンコって怖いなと思いました。いや120点かよマジで。誰にでも伝わる言い方の思い出ね。思ったより回りますね。うん、回る。朝から打ちたかった、うん、結構いいな。4枚目当てて、4枚目、うん、おい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 、待ってくれ待ってくれ、おい待ってくれよ、おい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 、番組呼ばれて、え、おい違う違う違う、なし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 、なし、なし、なし、消せそれ。いや消せない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 、いらん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 、そんなもん。タイミング悪いって、消せって、タイミング悪いって。今何してました、ファーみたいな感じになってませんでしたね。そんなあっていいんすか。いやはあっつって、こんな感じで回して。いや違う、そんな感じ。あ、金食行きましたね。金食行きました、ね、はい。いや金食とかじゃないっすよ、それは。いや違う、あの今 あ、はい、あくびあくびをしました僕は、はい、これはもう認めます、はい、はい、あくびしました、はい、あくびって眠いからじゃなくて緊張から来るっていうのを知ってました、はい、え、じゃあ緊張してるから今あくびしたんですか。いや食べた後でちょっと眠かったのあるかもしれないですよ、はい、それはあるかもしれない。でも緊張も可能性もまあ否定はできない。いや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 、食べて眠いからでしょう。まあもう寝ますか。じゃあたまたま出てしまったけども、これは、はい、もう本当に申し訳ない人しか言えない。出ちゃったから、もうすごいバレないようにやってたと思ったし、こうやってこうやってやったし、こうやってやったのに真横向いてたから、こういう顔してこういう顔して見てたから、あっちゃーと思ったらなんか言われるなって思ってたら、もう案の定でした。しかも鳴るって、ほんで先まで鳴らして、お、あれ、いや、おじゃないのよ、ねえ、お、金ですよ、金で。だから何よ、これ、これ強欲、あくびと帳消しになんないですよ。いや、当たってラッシュ打ったら帳消しです、この状況は。そっか、はい、それで2万発で思うなら超帳消しです。そっか、70% 超えです。 70% 超え、私の名前はただのエミリア。さあ、頼む、ここで頼む、なしにしてくれ、帳消し。あれ、これなんかあんまりでも良くないな。あ、しかもそう、あとここがねプルプルするとかね、あのラスクとかがあったもんな、なんか押したら光るのあれ出したよ、あったの、そうだ、青ベアトリス光ったらみたいな、ここはね、うん、え、青緑、弱い、いやいや弱いな、
チバ。あくびしただけ。やっぱ収録みたいなのでやっぱあくびとか絶対しない。やっぱそのあもう僕もしたことないです。ああめっちゃ眠いんでタバコ吸ってきますわ。おい、ちょっとやったなおい。違う、あの右の保留溜めて。違う、今ちょっと何かよ、収録中に寝てただけでしょ。ぼーっとしたかもしれない。寝てはないから。でも寝てはない、本当に寝てはないから。また寝てないっていうやん。何何、ね、寝てはないから本当に。急にこれ触りだして。じゃあもうちょっと行くかなと思って。何やねん、そのいかんって。いやごめん、これはここまでなの。だからこう見るときにそう感じちゃったからごめんなさい。何やねん、触っちゃったけどごめん。本当にガントさんって出身どこでしたっけ。出身は神奈川県です。あ、はい、出身神奈川なんですね。ジロクは京都ですよね。もう京都です。そうそう、もうずっと中高も京都、小中高と。はい、じゃあずっと京都か。ずっと京都やー言うてんの。ずっと京都やー言うたのよ。その雨が降らない地域とかあると俺は好きですね。あるんすか、そんな。神奈川って全然雨降んないですよ。年間多分40日ぐらいじゃないですか、ね、本当。他のとこもっと多いんですか。石川県は年間の半分以上があるんです、はい、もったいと思ったでしょ、マジで。嘘やって絶対。いやこれはマジです、はい、年間の半分は雨みたいな。あでも確かに1位が石川県。そう、雨なんですよ年間の4分の1ぐらい。本当すいません、石川県の皆さん本当申し訳ございません。めっちゃ思いました、ね、あ確かに47都道府県で、はい、雨が少ないランキング、はい、だから47位は石川。石川、はい、で神奈川が29位。まいやさ20位だな。多い方やん、なんなら。それいつのデータですか。いや知らんけど知らんけれど、冷静に考えたら右打ちやった僕のラッキートリガー1回だけ。そうやっぱ激ヤバ実践っすよ。タバコ吸って飲み物買ってきます。はい、おお来た来た、久しぶり。473ですね、この次だと思います。いやちょっとやばいなと思って振り返ろうと思った時ぐらいでしたよ。もうさあ投資も今4万5000円ですか。さあこの次ここです。さあスタートはここだよね、この次ここだったと思うんだけどな。あこの次だったか、いやここだよね多分。まあ、どっちかなんだよね。じゃないか。でも今これだとしたら弱くないか。どんなプレもしてなかったよね。あゼロ来たけど、ゼロ保留とかないよな、欲しいのは。魔女の茶会、ちょっとね僕リゼロ全然打ってないんで演出の強弱が分かってないんだけど、これはどうなんだ。強欲行くとかじゃないのかな、これは違うのか。少なくともやっぱこれっぽいな、ここっぽいよな。弱そう、赤いけど紫だね。弱いんじゃねえかこれは。網緑赤、緑赤ってきたよ。
これどうなん、これどうなんだ、ここでこれはもらったでいいのか、変わりたいとそう思った時がチーパワー、よっしゃ、ありがとうございます、ありがとうございます、やったぜ、あと右入れるかどうか、右入れるかどうか、ねえ、もう乗り打ちですよこれは、もう僕一人どうこう行ってる場合じゃないんですよ、時間も考えたら。さあ473頼むぜ、バトル告知でいきましょうか、え、ちょっと待って、えあ、ごめん、まだ聞いてなかった、すいません、前のめりすぎてかったえ、もしかして、もしかしました、え、3000取ったってこと、いや、今から、今からとりあえず当たったってところなんですよ、いや、素晴らしい、あの、ここで頼む、発動してくれ、あ、ブルッタ、ブルッタ、ブルッタ、マジ、うわー、来た来た、マジ、あ、よかった、マジでよかった、あー、よかった、助かる、勝ったコンプコンプ、いやもうね、これはもう次郎くん来るときにしっかり右ぶち込んどきたいってのがあったから、マジかよ、さあここから2人分まくるにはね、こう頑張んなきゃいけないので、いやちょっと俺待ってよ、うわー、すごいな、さあ初回強欲チャンス、ワンチャン、ここで4分の1ぐらいありますね、4分の1ぐらいね、あるってね、この辺で、ああ来ないかな、おお、うわー引いた、待ってるぜ、右で待ってるぜ、すえー、さあ、わあ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 、よしよし、大変なことになってきたよ、いやこれはテンション上がるぜ、さあこれを繰り返し続けるぞ、もう一丁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 ね、もう一丁欲しいね、すげえなー、この辺で、この辺で来てもいい、3の後でもいい、おお、いや今日のガットさんなら、今日のというかもう2024年のガットさんなら任せてくれ、ここでいけますよ、この後ここ、あ、なかった、とりあえずこれで4500、いやいや素晴らしい素晴らしい、すごいすごいすごい、鳴らすか、一発目鳴らすか、鳴らしていこう、ちょっと早いからな、そう早いのよね、頼む、さあ約99、100分の1かなだったと思うので、いやさっきまで引いて打ってたアマデジっすやん、いやそうね、大したことないっすやん、145の当たったもんね、当たる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 、隣さんも当たってる、当たってますね、当たる当たる当たる、当たってました、95、さあこの辺からよ、え、バレー入れてんすか、バレー入れてる、あ、バレー入ってない入ってない、おー嘘かよ、あ、信頼で先バレー入れてました、はい、いいっすね、信頼で先バレー面白かったんで、中間部だけほら、いっぱいいっぱいいっぱいでしょ、このいっぱいが時々 5% とかが仕事したりするから、おお、早いな、あと50回か、もう
もう50回いやちょっとここ踏ん張ってくれんと。うわ10本に来る。うわーここ、うわーマジ頼むって。30本、頼む30本当たるよ、当たってくれ。なんで、いたた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 た、うわー早いよ早いよ、もうなんでもいいから当たって、駆け抜けだけはやだ。5パー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 。2分で終わんの。はい、早かった、駆け抜け2分早かった。はい、やちょっとトイレ行ってきてもいいですか。はい、どうぞ。いってらっしゃい。当てときます。お願いします。そうだね、あの、いや、あのちょっと待って、あの、頭の中で考えすぎちゃって、ね、ガッツさんからいじりましょうかってしたら、はいはいはい、トイレ行く当たらんかったっすわ。当てとくって散々言ってたのに当たってないじゃないですか。散々言ってないっすね。散々言ってなかったかもしれないけど、当てとくって言っといて。いや当てる気持ちで言ってましたよ、それ当てたから。まあまあまあ、それはもう、いや、それはそうじゃないですか、はい、当てたくて言ってますから。分かってますよ、はい、だから400回でも500回でも当たらず言ってるわけじゃないですか。はい、当てたいに決まってんじゃないですか。そう、パチンコ打つ人はみんなそう。はい、手抜いた時だって1回でもないっすよ。はい、そんなもん。はい、それそうそうです、はい、そう確かに。いや、そうっすよ、そんな分かってます、はい、それは分かってます。いや、そりゃそうっすよ。だからガッツさんがそんなトイレ行ったタイミングで当ててきますわって言い出したよ。そらそら僕だってガッツさんみたいに当てたかったっすわ。でもできませんでした、すいません。でも別に手抜いた覚えもないですし、僕だって本気でやってました。もう無理です、無理です。ジロクをいじるのできなかったですよ、ごめんなさい、ごめんなさい、できない。俺もここまでこう来ると思わなかった。あー無理だった、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、全然かった。いや、ちょっと軽くくださいよ、じゃあ。はい、わかりました。練習してみましょうよ。練習してみますよ。その、いや、そんな正論ばっか言って。僕聞きましたよ、その昔ジロクなんか、はい、年上とかを従えてこう飲み会でダメ出ししまくってたみたいな。いや、従えてじゃないです。それは自分が正しいと思ったことを言ってるだけです。ただそのね、うん、それはそのまあ同期とかもたくさんいましたし、はい、ただみんなやっぱ1年生なわけじゃないですか。はい、同じ。その意見の交換ぐらいさせてください。正しいと思うわ。いや、そういうのができる子なんだよな、すごいよな。いや、それはもうやっぱいい動画作りたいから、はい、うわさ、かっこいいな。いやもうそのいじりとかじゃなくてかっこいいな、もう本当に。まあ、正論だけがでも全てじゃないから。いや、そうっすね。そう、本当確かに正しいこと言うのがだっていいことってわけじゃない。いや、そうそうそう、ちょっとだから白くの正論が多すぎんじゃないのか。あじゃあどうしたらいいんですか、じゃあ。やっぱ、いや、ちょっとそのそうじゃない部分をもうちょっと許容してみるみたいな。そうじゃないってなんすか。あ、怖っ、もう無理。早いな、ごめん。だからこっちがふわっとしてる部分だよね、そこをこう、はい、うまいこと汲み取ってあげるみたいな。あ、その何でも答えを、はいはい、答えを絶対にその数学じゃないんだからみたいな。あ、なるほど、ね、答えって 1+1 は2、うんうん、じゃなくて 1+1 は3にも4にもなるんだよっていう。あ、式教えてください、じゃあ。だからそれよ、それ式なんか自分で作ればいいんだから。 1+1 以外教えるもんじゃなくて自分で感じて答え出すもんの、はい、全然刺さってないっす。はい、すいません、ごめんなさい。なんかあんま納得いかんか。はいはいはい、この一応1打席5回も決まってはいる。しゃあ
いつだったんやろ。あ、この最後のやつ、はい、最後のやつだ。入った瞬間だった。お願い。いや長かったな。565を使ってます。ゴルゴ、ゴルゴ13だ。じゃあ1万3000玉だ。おい弱、開幕弱いで。扉からチャンスか。右上の、あさっきでもらった時チャンスだったから。へえ、まあ緑赤最後金ってのはあったけどね、あのブッシュで。おお、ナイス。ここだ。一緒に当てよう、一緒に当てよう。でチャンス弱え。さあ4点これもラスト。あドラプル、マジドラプルはいいよ。ドラプル、さあここです。ガーフィール、扉から金色を、緑からとりあえず金色ですが、緑緑3点、緑緑赤、緑緑赤、ちょっとな物足りんわな。行ってくれ、突き破ってくれ。そこででも当たれ、当たってくれ。パリン、足りんかったか。あっちゃあらしゃああ熱熱熱熱熱熱出てる。いいね、熱めっちゃ心どっかに飛んでったけどここにあらずよ。もうあもう出てるもう目つぶってる。ちょっと現実から目を背けないで。まあもうこっち、ここでが俺やるから、俺やるから待ってて。ここで3点って熱いんじゃん。そう 3点熱いよね多分。圧出て保留赤に変わってる。うわノーマルだね。でもドナップルもあったしな。赤スタート、赤赤、赤赤赤、あれ赤3連続、3個同じとかだったら当たりとかなかったっけ。違ったっけ、ね、なんか当たりな気すんねんけどな、ね、チーパーよっしゃーレシカーセイエース。待てほら、いやすごい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 。しゃー336、337、いったれ3点。ここからバトル、バトルでいいかな。バトル告知でいきます。さあ頼む、ここチャンスは来い。アルジャマシコー、来たぜ、素晴らしい、頑張れ。よしここだ、もうこれしかないぞ、ここしかないぞ本当に。まあ6で考えていいや、6で考えて、はい、25,000発、2万発ちょい。大丈夫です、いきます。さあ5億3000、またここでねちょっと3000以上欲しいとこだね。いやー2連続右、ここでね5億チャンスものにして、また4000、5億スタートっていう一番嬉しいやつやりたいんだけど、4000、5億じゃなくてもいいもんね、もうなんだったら。じゃあわ、今でも今なんかこれ動いてたね、このリゾノの下の幻じゃん。いやほんとに上がってたから多分、違和感的な意味では、そうじゃないかなと思って。
かなと思ってます。さあ、ライス4500。素晴らしい。よしよしよし、ここがやるんだったらあともうちょっとなんだから、引っかかってる引っかかってる。うわー、これもうちょっと出してみたいな。さあ、こっからだね。さっきでこれなんです、ここ動いたね、ガタンつって。発生しろ発生。もう一発、もう一回、もう一回欲しい。おマジ6000すげえなあ。それが普通にすごい。わあらら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 、あらあらあら、いいですいいです。あら6000すごいね。これは初だね。7、5、さっきなんかちょっとあれだな、フリーズ発生での文字のところの帯が色が違ったもんな、よく考えたら。へえ、ちょっと緑がかったんだよな。それも関係あったのかな、違和感って考えたら。今はないっすか。今ないんだよね。ここはラストの後ぐらいここだった可能性あるな。ここで頼む。ああ6000でした。いや素晴らしい。1回分かプラス 1回分取ってるわけだからな。上限カスタム、先張りカスタムでいきます。はい、もうシンプルになれば当たり。さっきなってなかった分ね、合わせて290回転か145回転だと思うから、そんだけ回してね、100分の1が当たんないなんてことはもう許されないですから。早い早い早い、ちょっと怖い怖いね。いや変わらず先丸でいこう。残り50回転、頼む頼む。ここで当てたいのよ、ここで。うわもう30回転マジで。あ、20回で。いやー頼むって。うわ、うわ頼むよ。ここはね、ならないで当たることがあると思うんだよね、バレちゃうから。いや6000はめっちゃすごいんですけど、単発かやばやば、もったいなかったっすね。いやもったいなかったな。もう1枚ずつなくなりました。じゃあラスト5000勝負します。ラスト5000勝負しましょう。 OK。 一郎くんのもう700、おい、やり打ちしてください。うわびっくりした、びっくりした。はい、頼む。いやいいタイミングよ。64,500円プルタ来た、モナペル、しかも強欲、強欲来ました。あ、これはもらっただろう。頼むわ、これはもうモロタロ、これはいい時に。これに続くぞ。
金、圧出ましたね。しましたね。ちゃんと熱いですね、うん、ちゃんと熱い、うん、ちゃんと熱い。今まで外したのと比べたら。図柄は5。いや、ここだ。オズワル点滅保留やけどな。ほんとだ。白ほう。いや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 、でもまあ大丈夫やとは思ってんすけど、ね、大方大丈夫だろうとは思ってます。白緑そうね。なんか震えた今。いや、ここ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 、そんな、そんなだったから。時々あるから、俺、震えちゃうのは。ナイス !782。よかった、よかった。耐えたー。やっと。いやー、よかったー。嬉しい。うわ、すごいわ、ちゃんと。55% 取ろうなー。頼むよ。取ってくれ。まだ決まってないんですもんね。そうこれって通過した時から ね, ね確か取るぞ。俺は取るぞ。 55% バトルでいきます。はい、大丈夫よ、頑張れ。さっきみたいにね、決めちゃいたいよね、あそこで。決めたい。あんまないっすよね。だいたいボンタルだね、やっぱ。あくそ。あ、なんかチャンスアップあった。チャンスアップあったらめっちゃ熱いもんな。いや、熱い熱い熱い。いや、これいくぜ。頼むよ。いけ、アルシャバック。アルシャバック。ベアトリスお願い。あ、頼む。あ、いやだいやだいやだ。お願い。何してねん。何してねん。マジで。止まって、お願い。止まって、止まって、お願い。止まって、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 お願い。止まって。あ。左打ちに戻すのよ。よし、お疲れした。はい。ということで、いや、お疲れしたし、え？なんか大丈夫大丈夫言ってたのに、6万ぐらいすりましたわ。めちゃくちゃやられたね今日。はい、まあでも僕当てて2回右行きましたから。3回に行きましたからって言った。いや、僕当てて2回右に行きましたからね。でもやっぱその、はいはい、本当申し訳ない。9万円ください。え、9万円。え、乗り打ちって知ってます？え、なんかまた負けた分と3万円ください。いや、すごいすごい額払わなきゃいけなかったなそれ。もう最悪です。はい、悔しい思いでいっぱいです。いや本当に、はい、本当にでも楽しかったですよ。本当ですか？あんまないじゃないですか、2人でね、喋るっていうのは、うん、5人ではあったとしても、はい、2人でってないし、なかった。はい、なんか新鮮な気持ちになりました。本当ですか？はい、もうちょっと頑張ろうと思って僕も。あ、なんか与えるって初めてなんで僕、こう人にこう与えて帰るっていうのは、はいはいはい、だから、まあ、ジロ君のプラスになったって考えたら、はい、僕は本当に、はい、今日来てもらって本当にすごく、まあ、いつも以上にジロ君の力量っていうのを間近で見させていただきまして。なんじゃいそれ。え、なんじゃい。なんじゃいじゃないでしょ。力量を見させていただきまして。なんじゃい。資金か、資金やったんかこれ、なんかのハンター試験みたいな。上からだね、すごい上からだった。いやいや、そんなつもりなの、はい、また呼んでください、どこのタイミングで。あ、もうぜひ、はい、お次回から、はい、まただから、いつかな、10年後、20年後とか。続かない、その10年後、20年後、何回目かになってるか分かんないけど、もうそんなやついじられてないから、はい、20年経って、いじらせっつってやったらどうするんですか。はい、ということでね、はい、第4回のいじらせ、これにて終了となります、はい、すごく学びのある僕は収録だったので、よかったなと思ってます。また20年後かもしれないですけど、ぜひその時は、ジロクにまた来ていただいて、一緒に収録できたらなと思っております。はい。
おろしょおろしょおろしょっつった今なんつったなんつったそれ俺と変わらないそれおろしょおろしょみたいなじゃあ最後それでお別れしましょうかね、はい、はい。おしょだっておしょ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 いやありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様でした。まあ改めてこうやってガットさんとね2人でありましてやっぱりこう独特な人ですよね。いじらせってもうこっち頼みやんと思った部分もあるんですよ正直ね。ただちょっと違うかもしれないです。やっぱあの空気感というかほっとけないみたいな空気感ありますから、これはこれで確かにいじらせって能力なのかもしれないです。だからまあ今後もいろんな人が来ると思いますけれども、こういろんな人とのこうなんか味出るというか、だからもう白米みたいな人なのかもしれないですね。だから誰とでもある程度うまくいくような感じなのかもしれないです。こうガットさんと僕の組み合わせっていうのはまあそのデブ5でも見れますから、まあ、そちらも見ていただいて、こっちはこっちで楽しかったですけどそっちはそっちで楽しい、まあ、別の味も楽しめますからぜひとも見ていただいたらなと思います。ただめちゃめちゃ疲れたんでもう当分は大丈夫です、はい、2年3年は大丈夫です。また5年後10年後よろしくお願いします。